私は2009年の末頃から宅建の勉強を始めました。で、私は国立大学を一応出ているので、まあ、ある程度勉強には自信があったんですね。いろいろネットの情報を調べていたんですけれども、宅建合格するための情報たくさん出てたんですね。で、その中で勉強のやり方っていうのは私と同じように、まあ、とりあえずテキスト読んで過去問をもう丸暗記して、まあ、過去問であればだいたい10年分とか、まあ、これを丸暗記すれば合格できるという情報がたくさんあったので、まあ、私もまあそれで大丈夫だろうと思って勉強を始めました。で、だいたい4ヶ月ぐらいですかね、ずっともう本気で勉強やって、で4月終わり頃ですかね、模試をやったんですよ。で、だいたい4月終わり頃に、まあ、過去問を、まあ、やったことがない過去問なんですけども、まあ、実際解いてみました。で、そしたら50点満点中もう18点しか取れなかったんですね。で、まあ、その時ですね、もうこのやり方やってたらこれおそらく残り試験まで半年ぐらいあるんですけども、まあ、これは合格できないなって正直思ったんですよ。で、そこから勉強のやり方ちょっと変えました。まあ、それもまあネットで調べてみたんですけども、やはりまあ理解しないとなかなか合格するのは難しいな、まあ、そういった情報やっぱあったんですね。私自身もそのように思いました。なので、まあ、勉強の仕方を理解学習に私はそこから変えました。それによって2010年の試験で40点台で一発合格できました。で、この時私が思ったのが、私と同じようにネットの情報を信じて、とりあえず参考書だったりテキストだったりを読んで、で過去問を繰り返してやったら合格できるんじゃないか、まあ、そうやって思っている人たくさんいると思うんですね。で、実際そのようにやって過去問とかも45点、予想模試ももう40点以上コンスタントに取れる、でも実際試験受けたら30点ちょっとしか取れなくて落ちてしまう、そのように辛い思いをしている方意外とたくさんいると思うんですね。また予備校だったり通信講座通われている方、大手の予備校通信講座であれば、まあ、受講すればおそらく大丈夫だろう、合格できるだろう、そうやって思っている方もたくさんいると思います。でも実際受講してみて講義についていけなかったり、必死で勉強したにもかかわらず思った点数を取れなかった、そういった方も多くいると思います。そのような方々をなんとか合格していただきたい、理解学習を使って合格していただきたい、辛い思いをしてほしくない、貴重な人生無駄な時間を使ってほしくない、宅建合格して早く次の人生の段階に進んでほしい、そう思って合格した翌年の2011年に宅建合格パートナーレトスを開業いたしました。実際こんな不安抱えている方多いと思います。忙しくて時間がないから最低限重要なポイントだけ頭に入れたい、今の勉強方法で次の試験合格できるだろうか、記憶に自信がなくて次の試験日まで頭に記憶しておくことができるだろうか、問題は何度も復習しているけれども実際理解ができていないから本試験で合格できるだろうか、一問一答形式は解けるけれども四択形式になると解けない、そんな悩みや不安を抱えている方へ、宅建合格していただくために私たちレトスが心がけていることは、理解すべき部分は理解していただくまで解説する、覚えるだけでいいものはあえて理解をせず覚えるだけでいいですよってお伝えをする、つまり理解すべき部分と覚える部分のメリハリをつけて勉強していただく、勉強の習慣をつけていただくために頻繁にメールのやり取りをさせていただいて、理解と暗記を使い分け、受講していただいた方が無理なく勉強したら勉強した分だけ実力が上がる勉強法を常に丁寧にお届けする、こういった強い信念を大切にしています。大きく分けて2つあります。1つ目が勉強の流れと勉強の仕方、2つ目がサポートの質です。1つ目の勉強の流れについては、他社の学校や通信講座様は講義を行って、でその後演習問題をやっていただく、まあ、そういった流れなんですね。で、実際その流れで勉強していただくと学校の講義が遅いと7月頃までやるんですよ。で、そうなってくるとその後過去問10年分だったり予想模試とかやってる時間ってないじゃないですか。もちろん1回やるだけであれば問題ないけれども、1回やって頭に入るって基本ないんですよね。多くの方が3回4回5回復習してやっと頭に入るんですよ。そういった中で講義を7月末までやっていたら
本試験にやはり間に合わないんです。で、通信講座のカリキュラムもやはり似たようなものって多いんですね。7月末頃まで講義の動画、DVD を見たり聞いたりして、でその後過去問を解く、そういったやり方をしています。その点私たちレトスは過去問を中心に勉強をしていただきます。テキストっていうのは、辞書代わりみたいな感じなんですね。もちろん初めて法律の勉強される方、宅建の勉強される方いらっしゃると思います。そういった方は弊社のテキスト、だいたい1ページか2ページ、その分野ですね、ある分野を勉強しようと思った時にその分野の1ページ2ページぐらい読んでいただいたら、もうすぐに過去問に入っていただくんです。でなぜそのようにしているかっていうと、宅建試験っていうのは問題文が難しいんですよ。実際宅建の勉強を始めて過去問解いた時に、講義はわかる、テキストの内容はわかるけれども問題文がわからない、問題文で何を言ってんのかわかんない、どのような状況かわかんない、質問されている内容がわかんない、そうやって感じる方意外と多いんですね。私も実際そうでした。で、これを早めに解決しておく必要があるんですよ。そのためには早い段階で問題文に慣れる、また問題文がどういった構成になっているのか、どうやって問題文を読めば問題文を理解できるのか、こういった勉強をしていただく必要があるんですね。で、実際弊社レトスの個別指導ではその問題文の理解の仕方を初めにお伝えをして、でその問題文の理解の仕方に沿って過去問を読んでいただくんですね。初めは解くというよりも読んでいただいてます。解こうと思っても解けないじゃないですか、初めてだと。なのでもう全然読んでいただいて、で解説もそのまま読んでいただく、問題文になれる、または法律になれるっていうことを行っています。そうすることで、初めはもちろんわからないんですけども、それを続けていくと実力ってどん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 上がってくるんですね。これまでわからなかった問題が過去問2週目に入ると分かってくる、3週目になると、あ、そういうことだったんだって理解していただけるようになる、そのようにして実力を上げていただいております。また私たちレトスの過去問集の解説はテキストと同じぐらい詳しい解説を入れているんですね、記載しております。なので過去問を勉強するだけで実力が上がるような仕組みになってるんですよ。多くの場合が過去問、例えば一問一答の問題があった場合、その問題に対する解説しか載ってないんですね。一方私たちの解説はその問題に対する解説だけではなくて、その周辺知識の解説、関連ポイントの解説だったりとか、考え方とか理解の仕方とか具体例まで解説しているんですね。なので一つの問題を勉強した時に4つとか5つとか一緒に勉強もできたりします。理解の仕方や具体例も解説しているので頭に定着しやすい解説にしております。また勉強の仕方については他社様は丸暗記学習の場合が多いんですね。先生の講義だったり DVD の内容、テキストに載っている内容をそのまま読んでいたりするんですよ。もちろんその中に理解すべき部分まで含んでいるのであればいいんですけども、そこまで教えていない場合がもうほとんどなんですね。それだとどれだけその講義の内容、DVD の内容を頭に入れても結局は丸暗記になってしまって理解ができていない、勉強したはいいけれども本試験で思った点数が取れない、そうなってしまうんですね。一方私たちの勉強法は理解学習を行っていただいております。先ほども言ったんですけれども、なぜそのようなルールになっているのか、具体例は何なのか、関連ポイントは何なのか、そういった部分まで解説しているので、問題と解説を読んでいただくだけで、そうだったのか、これまでずっとモヤモヤしていたんですけどもすっきりしました、そのようなメールもよくいただきます。納得するから記憶もしやすくなりますし、関連ポイントなども一緒に覚えていただけるので、1問から複数のポイントを頭に入れていただくことも可能です。これが理解学習です。理解学習ができれば他社様とは異なり短期間で実力を上げていただくことも可能になります。やはり合格した時に小野さんのおかげで合格できました、これまで長年勉強してきて辛かったんですけども、おかげさまでやっと合格できました、ありがとうございます、こういったメールをいただいた時は本当にやっていてよかったなって思います。また宅建合格した後もお客様とメールのやり取りとかってさせていただいているんですね。でその中で給料が上がりましたとか、うまく転職できましたとか、中には勤めていた会社が不動産会社を立ち上げてそこの会社の役員になることができました、そういったメールもいただいたりするんですね。このように試験が終わった後もつながっていられるっていうことが私自身すごく嬉しいなって思っております。一
人それぞれ目的は違うと思うんですけれども、宅建合格目指される方と二人三脚で勉強を進めていき、宅建合格を一緒に喜べたら嬉しいです。もし次の試験であなたが宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ弊社レトスの個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。あなたの宅建合格を一緒に喜べたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。そして私たちレトスは無料講座を行っております。毎日3問過去問を無料で解説するメールをお届けしております。この無料講座の中で理解学習の一部や関連ポイントの一部も解説しておりますので、ぜひご活用ください。登録方法はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご登録いただけます。無料なのでお金は一切かかりません。あなたのご登録をお待ちしております。